GoPro もいつまで、何分撮影できるかな。とりあえずあの上に登ってきたので、セブンの上に登ってきたんで、ここだけ少しだけ GoPro の方を撮影してます。バッテリーがもうなくなってしまったんで、さっきの切れてる10分ぐらいの間にどのぐらい充電できたか。これできたかな。上り速度を出てますね。お待たせしました。てか暑い。今ここ温室状態。今流れてますよね。スヌーバチ。ああ、どうだろう、これスヌーバチかな。で、ここでございます。よっと。マイク変。あ、マイク外れてた。失礼しました。マイク落ちてました。さっき暑くてウィンドブレーカー抜いたときに一緒に振り落としてた。いらっしゃいませ。地上30メートルです。キョロロっていう建物の、塔の上です。これの、ここに登ってくる途中の階段がですね、そこも作品らしくて、真っ暗で足元 LED、ちょっと青い LED で照らしてるだけなんですよ。高い。これ夏場はここ地獄になると思うんですけどね、ここに。今時点で相当暑いです、この部屋。こういう狭いとこなんですけどね。こんな感じで。そう、雪がむちゃくちゃ残ってます。で、あ、これ2003年にここが建った時の工事関係者のリストみたいですね。このところに。よっ。やった。ここは鉄塔の上。暑いです。かなり暑いです。ああ、息切らして登ってきました。ここエレベーターとかないので。サイン。灯台というか、もう本当に高台になっている。キョロロっていうカタカナで検索すると、ここの建物の形が出てくると思います。じゃあ、写真撮って降りるかな。で、今ですね、ここは建物内の Wi-Fi がここまではさすがに届いてないので、途中で切れました。キョロロ。じゃあ、どこまでこれ映せるかわかんないんですけど、下ります。途中の階段がどんなだったかぜひご覧ください。ああ、登ってきてるな。これですよ、まずこの暗さ。あと電波来るかな。今この時点で、あ、まだ大丈夫ですね。まだここは明るい方。もう見えない。調整です。ど真っ暗。こんにちは。暗い。まだ来てるな。照明なくて足元に階段のですね、段の横のところに LED が埋め込んであるだけなんですよ。これも作品らしい、どうやら。で、私階段ただでさえ暗い苦手だってのに、ふざけんなよ。何の拷問だよこれ。まだ繋がってますね。これ。で、ちょっと待ってください。色映るか、これ。わかりますかね、これ。わかりますか。これですね、
階段下った1階よりもさらに地下に掘り下げてあって、そこに下から赤い照明とあと地下水で汲み上げたのに対して作った水金が下で鳴ってるんですよ。ふざけんなよ、なんだよこの構造、ふざけんな。1階の時点で下を覗き込んだだけでも怖かったのに、恐ろしいわ。でちょっと写真撮っとこうかな、これせっかくだから。いやこれアート作品として建ててあるんで、村とかいう話とはまた別だと思いますね。怖え。湿気ムンムンのホラーナと熱気ムンムンのジュリアナゲームの中でできそうですよねこれ、FPS で。でもこれって感じですよね。じゃあ精一杯明るくして電波が届くとこまでは下っていきます。途中でまた切れて外に出てから復活すると思います。よっと、何が何だかっていうか、 PC 画面見てると足元が見えなくなる。 PC 画面で目がくらんで怖っ怖っ。わざわざ芸術わかんないっす、怖いよ。で、足が悪い方とか高齢の方は登らないでくださいみたいなこととか書いてありましたね。で、ここは上の話し声がむちゃくちゃ聞こえるな。そろそろ電波が厳しくなってくるかな。神殿の話、あーもう恐ろしい。まだ半分ぐらいかな、これで。あ、そう、GoPro は。あ、まだ動いてる。出演者旅行の中で変なことやってますけど。すいません、音量下げすぎてて読み上げがよく聞こえてないです。自分の足音で聞こえなくなる。音が出て違う。こんにちは。こんにちは。あれ、ちょっと明かりが入ってきて。あ、もう出っ歯なくなったか。翔平さん来ないな、ここは。翔平さんは多分来ないと思うな、ここは。暑い。下の方に来ると少しひんやりしてるんですけど、体動かしてるから。また戻ってきた。じゃあちょっとネットワークをつなぎまして、あ、どっちが外いたら負けれるか。よし、ちょっと今コメント見えてないんですけど、館内の Wi-Fi につなぎ直したんで、また見えてると思います。これさっきの水槽のところですね。で、こっちが、これ。なんか建物が震えてる。これ塔に人が登ってるからか、もしかして。建物のこの境界線から向こうが震えてる。で、コメントが来ないの。来ないというか見えない。まあ、とりあえず外出てから復旧させます。うさぎー。日本イタチ。
本土店。私は黒店だ、黒店は見たことある。あ、あ、芝ユスケってこれなんか芝、芝なんとか王っていうこの辺りで有名な人だっけ。コメント全然来ないな。来ないっていうかサーバーに接続できないな。多分これ音と映像は今言ってると思うんですよ。iPhone で見るか。外出てからします。それまで私勝手に一人で喋ってますから。長女この展示だと一個一個綺麗、あの間近で本来の色で見ることできないですね。芸術作品扱いになってるのかな。あとこの辺り多分海外のやつじゃないかな。この波長とか造物主が調子乗りすぎて不自然になってる。自然にできるか。この人か。あ、また向こうもいた。黒山椒王、さよなら、さよなら。あ、またこっち気づいた。ここで、フォーマの方に切り替えて復活させますんで、ちょっとお待ちください。と接続して、まだ GoPro 動いてるな。接続して。ああ。サーバーエラー。
うん、ああちょっと小さいか。 FMLE がエラーになるようになったのと Wi-Fi 切り替えたりしてて時間かかりました。通常配信でいきます。今言ってますね、同時速度。じゃあ復活させました、やっと。じゃあちょっと GoPro どうしようかな。動物好き、私ああいうの大好きです。小動物大好きで、あと世間一般に可愛いと言われてないものとかが自分で可愛いと思ったりすると余計に愛着が湧きますね。でですね、ちょっとGPS は今出しましょうかね。これでこうで、2、1、0。ん？あ、いたいた。でですね、GoPro が電池切れたんで、どうしようかな。まだ動いてるな。じゃあ行けるとこまで行こう。GoPro3 で。かぶって汗対策したんで、ああいう水槽もの大好きだ。で外の気温も上がってます。なんか日の谷いると暑いです。あ、そうだ、電池つないで、とりあえず500円の元は十分取ったな。相変わらずこっちの芸術祭の芸術作品はちょっと危険じゃないかってぐらいの迫力あるものが多いですね。前来た時にインパクトがあった最後の学校ってとこもものすごかったです。GPS がで、次役行ったら FMLE につなげ直しますね。というか今何時だ。あ、次は予約枠に移ろう。どうせまた失敗するんだろうけど予約枠に移りますね。予約枠に移行しますと。美術館みたいなところにいました。じゃあまた後で3分後に。失敗1回ぐらいは。では、これまだ切れないな。どうせすぐ切れるだろうと思ったのに。
あ、考えたら今日補給してないな、やばいな、補給食が何もないな、どうしよう、なんかあるかな、おしゃませ、よし来た、よし、うん、転送速度も大丈夫。じゃあさっき走ってきた道戻ります。戻って西に向かいます。ママ試着コーナーがあるよ。ママ試着コーナー。麦ちゃん3日目はやばいかな。試着しますか。いらっしゃいませ。あ、ゾウだ、ゾウゾウだ、ゾウ。ママもちょっと上手になってきた。あ、これもなんか聞こえたか、気にしないことにしよう。よし、じゃあ行きます。いらっしゃいませ。あ、食事ここにあるのか。でもまだ早いし、キュロッパ行ってこい。あ、ここでとりあえず買っとくか、500ミリのやつ。やった、させてもらって、うーん、いらっしゃいませ。また麦茶かな。江戸いいで、レディーか。よいしょ。ん、はい。オッケー、しないしない。私は自販機をネタにするのはもう飽きた。コーヒー。おしるこあるかな。おしるこはもうないです。でもあったかいものまだあるな。あ、昨日のドラゴンボール、昨日の夜はあったかいカフェに、あのコーヒー湯にみたいなのに助けられました。突然腹が減って目よろしか。ここに伝えた。あ、空気は結構やっぱ冷たいか。そうそう、へこましても残るんですけど、よっと、あったかい。おはようございます。よいしょ。じゃあ来た道戻る。リンゴよろしってのもあるんでしたっけ。あ、チョケンさんいらっしゃいませ。クロスバイク、こんな格好、長袖ジャージに下はタイツと短パン、ユニクロの短パンです。昨日の夢飯めちゃくちゃうまかったです。あの食事で5800円っていうのすごいよな。補助が入ってるんですかね、あそこは。いらっしゃいませ。あ、営業始まったかな、あそこ。ユースじゃないですけど、ほぼユース準拠の仕組みのあの宿泊施設でした。はあ、食事、いや、安さは多分値段一緒だと思いますよ、ずっと。はあ、あ、前座やる、前座やる。はあ、うん、結構観光地ですね。前座がある。はあ、首吉地域になると思います、この辺り。全然ある。朝食は十分食ってきました。いや、あの、それは朝食はかなり食べました。ご飯 1.5 杯ぐらい。ちょっと時間的にゆっくり過ぎてるかもしらんけど、おはようございます。おやつタイムにしたくなってきた。ちょっと時間的にやばいかも。よいしょ。豪華さ、まあ普通のご飯なんですけどね。行ってきます。
じゃあ一つよろしくお願いします。少々お待ちください。現在なんかさっき登って降りて疲れたので朝から3、4キロぐらい、ちょっとこの後昼ご飯どこで食べられるか全然わかんないんで念のために補給しとこうかっていうのもあったんですよ。あ、映像あんまり来てないな。電波よろしくない。どうだ。ダメですね。急に止めてすいません。
さまたしました、うん、よくどうぞ、はい、オートフォーカスオンにしてぜんざい、補給食として考えてるってたことからするとかなりニーズにぴったりな、ほら今焼いたんだこの餅。 GoPro の方にもこうかな。もうちょっと話さなきゃダメか。こんなもんか。餅でかいですね。よいしょ。いただく前に写真。焼き餅です。じゃあいただきます。 RS100 です。いただきます。うん、粘りがすごい。粘りがこれ400円です。ああ、うまい。うん。これで400円は結構いいですよね。一緒に来てるのはお茶と漬物です。こうか、うまい、よっと、餅がとろけてる。玄米茶、あ、どうだろう。ご飯。ガムか。この辺り山菜も入ってますね。お茶はですね、ほうじ茶系だと思うけどなんかちょっと違う気もする。下ネタが怒る、ぶっ殺すぞ。で、景色はこんなん。店内はこっち。ぶっころ。ここは美人林の横にある喫茶店です。
うん、帰りは輪行で帰ります。直江津まで行ってからそこからは引き返す感じ。つぶつぶ感か、こんな割とトロトロですね。ドロドロよりも少しトロトロより、うん、混ぜてそう、うん、漬物は最後の一口入れたいですね。あ、最後の一口食べたいですね。うん、埋めとけばいい。今日は余裕の、うん、直江津到着がですね6時7時になってもまだ大丈夫なんで、今日はそんなに焦ってないです。でまだ予定ルートの10分の1ぐらいしか来てないはず。うん、3日に直江津から、そうですね、2日ですね、2日から休み取ってます。朝食は別に取ってきたんですけど、この先今補給食がないので今のうち少し補給しておこうかと思って、うん、うん、漬物、キャビア、うん、今回という意味もうすでにいろいろありましたね。たら、うん、餅とか売ってんのかな。売店にはコシヒカリ直に売ってますね。お米売ってます。うまかったです。今ここ出てないですか。ハンガーノックには結構何度もなってるような気がするんですけど、本当にハンガーノックかどうか自信がないんですよ。物食って1日間経った時点でなったりするし、うん、漬物になんか山椒の実がたくさん入ってますね。山椒じゃない、シソの実だ、シソの実。うまかったです。漬物で。漬物はちょっと切り方が小さいんで、すくうのは無理でした。ん？シャリバテ、シャリバテ。伏せ丼ってどういう風習ですか、それ。シャリバテ、へぇ。今度が。昼飯はどっか探さないといけないんですよ。なかったらこのまま夕方まで走らなきゃいけないかもしれないので、ぜんざい食ったってのもあります。ごちそうさまでした。払ってきます。
じゃあちょっと今ここ出しましょうかね。雰囲気よろしいですね。昼寝したい。入った。今こういたと思います。GoPro まだ動いてるな、なんでだ。あ、職員さんいらっしゃいませ。のどかさは結構自信あるな。走ってる場所、場所が場所だから。のどかさに関しては割と自信があります。最近はオレンジャー、ああ、ウィンドブレーカー脱いだらオレンジャーじゃないんですよ。手袋がちょっと臭くなってきてるな、やっぱり。いらっしゃいませ。カクカクですか？今結構行ってると思うんだけどな。この画面で、ですね、あと読み上げはこれから音量上げます。飲むかな。よっと。食事の時はあの PC 画面 見たりしながら、周りに人が来る可能性がある場合は。あと全然500円でしたね。400円じゃなかった。ちゃんと500円と書いてある。でも美味しかった。ここですか。おかしな FMLE に今してるような。で、十分速度も出てるはずなんですが、またバス来た。まあ500円ぐらいですよね。400円だと若干安いか。ほんと？そしたらおかしいな。ちょっと見てみよう。あ、ほんとだ。通常配信だ。すいません。通常配信です。ちょっと待ってください。FM エリーに切り替えてみます。でしたね。これでどうだ。よ。これで。OK ですかね。よし、行きます。おかしいな。さっき FMLE スタートしたと思ってたのに。おかしい。誰だ FMLE 止めて通常配信スタートさせたのは。で、すみません。じゃあこっち。でもさっき、確かさっきこっち途中切れましたよね。じゃあ私です。おかしいなぁ。ちょっと空曇ってきました。青空が見えなくなってきた。でも薄曇りかな。切れる。いや、でも通常配信スタートしてたから言い訳できないな。あ、相性の悪い。よ。さっきの男性店員さんはちょっと不審に思ってたかもしれないな。たまにね、たまに。電波。あと今日のルートは途中どっか切れるとこあります。何度か。何やってんの。ツーリング。あれはカラスか。カラスぐらいの、カラスみたいな形をした鳥が向こうにいる。あすな。あれ、えらいことになったよな。フォーマです。
よっと。あんまり遅くなりそうだったら北北線の近くの駅から切れる切れないフォーマのエリア地図とこの道はさっき通ってきたから、こんにちは。気温は割と高いですよ。将来の、料理長、問題ない。延長したと言ったが延長作業起こる可能性がありますね。延長失敗詐欺は。フォームのエリア地図です。そうです。今11時前ですよね。塩が、塩巻いとき塩。あ、そうだ、等身大の人間サイズで引き伸ばした昆虫の写真ってどこだったんだ。なかったな、見落とした。それ目当てで来たのもあったのに、はあ、まあでも山椒とかが可愛かったからいいや。佐藤か、嫌だな佐藤、はあ、数時間経つとアリで真っ黒に。今ここは十日町っていうとこです。直江津までは走ります多分。頭身はおかしいですね。トンボ、さっきのはまだ小さい。調節いいですね。そうしましょう、そうしよう、そうしよう。ガードレール、まあこの辺りはまあ落ちたら痛いな。あ、首木。私はこれ首木郡だっけ、東首木郡だっけ。十日町市ってどこに入るんですかね。痛いから。なんかまだ大丈夫、まだ大丈夫。喋りながらそんなに負荷はきつくないんですけどね。この呼吸を優先すればこれ飲めないだろうな。もう10時ですね。いつも一人、いつもアウトフォーカスか。ありがとうございます、素敵。天気はちょっと薄曇になっちゃいましたね。でもこれで日が直射日光だったら相当暑いはず。フォーカス、ブログに頻繁ってどういうこと。肌野さん、私この相変わらず直前に予定決めてるんで、肌野さんは今頃どこだろう。肌野さんは明日の今頃は汽車に乗ってるんじゃないかな。これじゃ分かりづらいか。あれなんて歌だったっけ。首引地方好きなんですよ。前会社の仲間に連れてきてもらったとこなんですけどね。あとあのなんだっけ、ニフティのなんていうんだっけ、あれなんとかフォーラム、まあ自転車乗りのフォーラムって、その昔のパソコン通信時代 の、 そのコミュニティがあるんですけど、そこでもよく行ってるらしい。 F サイクルだそう、 F サイクル、F サイクルっていう集まりらしいです。パソ通、そうそう。29分、あ、リロードしとこうかな。沖縄一緒にいた人は今もう交流は断絶して、あの人はフレッシュ走ってましたね。
と今のうち再接続しとこう。自動延長はもうしてるはずなんですけど、コメントちょっと切らしてまた2400ボルトかの話になるのか。ちょっと今つなぎ直して、なんだっけ、配信終了誤判定を回避しました。でもちゃんと認識してたな今。やっぱこれでいいかな。よし、300世代は私はやってなかったな。延長はできてて、ただそれをツールが認識してないことがあるんで、楽しみか。あ、そうだ、 GoPro まだ切れないかな。いや、まだ動いてる。おかしい、ちゃんと給電できてんのかこれ、もしかして。最初は、止まるでしたっけ。回避しましたよね。詐欺、延長失敗したというツールが間違って判定することがあります。ん、何保存、 GoPro 映像の保存先はハードディスクベアで、USB で挿して使うやつです、のハードディスクに入れてます。一番コストのメガバイトあたりの単価が高い、安いやつで外付けです。延長もうさっきしました。さてと、昨日の宿では十分休めました。一昨日の宿がテンション高くて就寝ギリギリまでだったので、翌日の予定とか準備とかできなくなるんですよね。あれだと盛り上がりすぎると。おはようございます。まあどこまでそっちを優先するかかな。あとですね、日本酒が好きな人は一昨日泊まった、なんだっけ、谷川岳ラズベリーユースホステル行った方がいいと思います。オーナーさん日本酒こだわりすぎ。夜のミーティング的な時間にですね、最初にどのぐらいだ、5分か10分ぐらい喋ってたな。日本酒についての解説があります。で、なんだっけ、一旦女王まで避けたらダメだっていう話とか、あと栓抜いて空気が入った後保存するんだら真空状態にしなきゃとかいう話が、でヘルパーさんがその真空にするためのそのポンプ作業をやってて腕力つくらしいです。いや、日本酒好きな人は面白いと思いますよ。大事ですね。それはですね、1杯100円ぐらいで、あれ原価ぐらいなのかな、で提供してるらしいです。タダで提供すると破産するって言ってました。右のこれ何ですかね、マンカップ。そう、人力でやってるらしいです。大気圧に逆らわなきゃいけないから大変だ。何工場なんですかね。この時期にバリバリ稼働してますけど、いらっしゃいませ。原価ぐらいなんですよね、きっと。話聞いてると、それ以上こだわったらもうなんか精神論になるんじゃないかっていうところまでこだわってる感じがしました。なんだろうあれ。さっき来たところで戻ってきました。でちょっとだけ松の山温泉の方に進んだ後に、昨日まさかこっちじゃないよなって言った細い道を登っていこうと思ってます。結局何工場、頑張れ。この工場名前書いてないですね、何も。オーディオ、だから本当にペンション寄りの、ペンションが林立してる中にありますからね、あそこ。ユースホステルであそこまでなんか趣味全開なのも珍しい。
後半、駐輪場とか数日止められたらいいんですけど、どうかな。看板ないんで、あの工場が何作ってるか分かりません。かなり趣味入ってますね。荷物、あ、ですよね。本日、ですね、東に向かってるんですけど、これは、あ、サスケさんいらっしゃいませ。今は新潟県に来てます。雪残ってます。ちょっとだけ西に向か、あ、東に向かって、で、林道か何かの県道かな、入り口に入ります。あれ、80号でしたっけ。ただそこも通行止めとかの危険性はあるな、十分に。今度は通行止めって書いてあったらちゃんと引き返します。悠々駐輪場があった写真ですよね。大東山ですか、名前ですか、魚。そうですね、まあ新幹線1本遅らせて、新幹線じゃない、タクタカだったっけ、タクタカ、まあ注意、あ、バッテンついてる。まあ、あの、案内板があると思います。あ、犬だ。あそこまでですね。9時、6時、7時台ぐらいまでは少なくともあった。うん。振り回しに、ゴフロごと持っていかれますよ。確認しました。渡れない。こんにちは。あ、でも取れることは取れるんですか。 ありがとうございます。 OK、 水なし。こんにちは。後ろ姿を後ろから打つ。よかった、水がだいぶ出てるらしいですね。自転車乗りの情報だから間違いない。で、ほら、またはしごが。これ下の方の段がないのは雪が積もるから、もう必要ないのかな。下の方が水、黒い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 、おー、危ない危ない危ない、黒い黒い、いや黒かった。やった、写真と前で撮りたかったな。あ、電波良くない。黒い犬が 3匹いましたね。ちょっと吠えられました。かわいいかわいい。今ちゃんと撮れてましたかね。まあ GoPro も撮れてたかな。こまめにチェック。まだ GoPro 動いてる。黒かったですね。吠えられしてございます。あー、黒い黒い。目が真っ黒でしたね。その後は黒灰色かかった、うん、ダミー、あ、うん、いや、これ県道じゃないかな。さっき80号っていうコメントありましたよね。ぐらいの登りぐらいあります。ぐらいぐらい下りすぎ。あー、まだ冬の景色だな。棚田綺麗なんですけど、私はいるんじゃないです。
新緑と組み合わさるとむちゃくちゃ綺麗なんですよ。こういう景色下ってんな。エルのロボでしたよね。そのタケ。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。アップダウンじゃないところの方が珍しいぐらい。これは田んぼです。田んぼに雪解け水が溜まってるだけじゃないかな。まだ水張るっていう状態じゃないですよね。ゲンゴロウか。今日はだいぶ暖かい。今ウィンドブレーカーの上で長袖で出ます。自転車は45センチ。季節おかしいような。最近ホタルの里です。ホタルがちょっとリアルありましたね。ビシクレッタ、ビシクレッタは、フランス語でしたっけ。ビシクレッタ、サイクル野郎っていう漫画に出てきましたよ。ビシクレッタ、フランス人の芸術家のピエールだったっけ。乗り行き失踪しました。結局走っちゃいました。その方が早かったんで。 あなたが、なるほど。私も前はパナチタンだったんですけど、チタンだったんですよ。チタンのフレームが折れちゃって、ひびが入っちゃって、いくらなんでもおかしいだろうっていう異音がし始めて、後で自転車さんに見てもらったら、トップチューブの、前3分の1あたりのところに、フレームの半周以上のひびが入ってました。ビシクレッタ、ん？何言ってた？あ、音ですね。なんかギーギーとかすごく嫌な音がして、チタン、壊れた。しかも素材としては相当いいはずですよね。大丈夫ですね。昼飯、補給食があったら買っときたいな。コンビニはないにしても商店とかあったら命ですね。だったのに。硬さはどうなんでしたっけ。確かアルミよりはしなりがあるんじゃなかったかな。今回あ、これはこの色は雪を溶かすために炭かなんか巻いてある色ですね。多分溶かして、溶かす技術がない。走行中ですね。ダウンチューブ、あ、ダウンチューブだ、そう、ダウンチューブ、失礼しました。斜め下に向かうあのチューブでしたね。ここでしたね、ここ。これ炭を振ってあるんですよね、溶かすために。太陽光で。あと黒い網をかぶせてあったりするとこもあるみたいです。前調べたら。灰色、土の色じゃないですね、あれは。いいなって思ったときに、またしょ、ああ、炭屋根がですね、いいな。コード薄く、ああ、なるほど。数メートル、この辺りはですね、冬は4メートル前後積もるみたいです。4メートル。だから家の横に端っこついてて、あ、ついてるというか、走ってる時に、うん、そうしたらどうしてたかな、中断してたかな。気温は10度は超えてると思います。かなり暖かい。いいですね。あ、さっきの人と会っててよかった。さっきの人と話ができててよかったよ。さっきの人と会ってなかったら私はこれで引き返してた。まず間違いなく引き返してた、昨日のトラウマで。ああ、よかったよかった。
幅に変えるとこでした。助かった。ん、あ、エアコン、あ、室外機ですね。うん、よかった。行きます行きます。さっき自転車の人があって通れるって聞いたんで、水が出てますよって言われましたが、よかった。巧妙な罠か。気づくのは1時間後かな。これってどこまで下るんだったかな。水バンバン出てますね。何にすんな。さっきの人は地元かな。いや、散歩峠は確か今回通るルートはしてないです。そこは前通ったことありますんで、これまで暮らしてきてたら完全な罠ですね。どれだけこういうとこだとどれだけ欲しいですね。うん、あと輪行の時にはでもどれだけがめんどくさい。ん、不明。うん、民家。帰りは輪行で帰ります。帰りは帰ります。ずっと下ってるな。確かこれまた緩く登って行って越えるのかな。ん、何が臭くなる。またあんたか。また運が気になる人か。気になるな。帰れ帰れ。あ、でもそのあれですよね、なんていうか、噛んだ鼻の状況を確認したくなるというか、そういう気持ちが人間にあるのもよくわかるので、あなたは私が運言わなくなったら逆にいなくなるタイプだな。あとは何があるかな。その手のなんか汚いものというか、本来忌避すべきものをつい見てしまうっていう心情はよくわかるので、子供がうんこうんこ言うのもそれかな。またちょっと汚れてくるな、これだと。ここでやっぱ切れたかな。もうちょっと緑色が欲しい。ガードレールがないだけで雰囲気いいな。あ、ここも外してある。ちょうどいい。ちょっと延長するまでに、する時間までには電波悪く出ないと。あ、読み上げをしてるのがあるから一応チェック。
あれゼロじゃないな。いやでもこっちのコメントもいかない。さすがに。始めたか。コメントアップした。ならないです。今走ってます。言えばよい。音声コメント開き始めたからまた少し微妙につながってきたかな。もう少し国道かな県道かな。あ、撮りましたかね。寒そうな景色。音声来てます。じゃあ通常発信にしてみるか。あれ。お。どうなってる。こう。以上、今通常発信に切り替えてみました。通常配信か国道ですかね、あれは。あ、国道か。うん、通常で行きます。あそこ、あれが国道だ。ん？な、何？バッテリーまだ大丈夫だと思います。あと GoPro3 がまだついてるのがおかしいよな。まだついてる。ちゃんと無理。よし、じゃあ進みます。あ、バイクだ。今ちょっとだけ登り返しがあってまた国道に向かって下りですね。温泉だけか。国道に出たら少し良くなるかも。ガリガリ、何？ガリガリキュウリ？ガリガリ君キュウリ味？合流しました。よっと、キュウリ、なんだったんですかね。キュウリって聞こえたのは多分気のせいだと思うので。
ガリガリ君キュウリ味は本当ですか？本当にキュウリ？まあペプシのキュウリはありましたよね。キューカンバーってやつが。まだ音声だっけ？国道に出ましたけどね。まあ避けた国道だし。キウイだそりゃ。ペプシキュウリありましたよね。変わらないか。あれもしかしてうまそうだな。暑い時期には。キュウリはなんか青っぽい匂いがやっぱりイメージありますよね。宝のクリーンセンターゴールデンキュウリ。撮ってる人がいるので私も1枚。キウイはまあまあかな。生キウイは結構イガイガすることがあるんで。あ、延長27分になってからやります。キウイ、そのガリガリ君はキウイの方かな。電波、そう、この先も悪いところありますから。てか今悪いのか。コンビニないです。この辺り走ってた時には共同売店みたいなのがあって、そこも何月の売上目標いくらとか書いてあって、それ割り続けるとなくなるんじゃないかと思います。あとは移動スーパーとか来てないんですかね。これバンに商品積んだやつ。ソフトバンクフォーマーですけどね。キウイ、キュウリで、あ、復活しました。民家増えてきたからな。もうちょっと青空欲しいな。自販機は多分あると思います。今視界にはないけど、脱皮する家まで 5.2 キロ。脱皮する家っていうのが確かルート上にあったっけ。今ここは新潟。こっちはちょっとうつごもりですね。ほぼ曇りか。新潟市内はあんまり走ったことないです。タイムリミットは何時だろう。20時の直江津、20時発の白鷹かな。確か20時ぐらいまであったんじゃなかったっけ。か19時か。あれ、あ、すごい自販機あったな。車線を麦茶持ってるのでいりませんが、越後名産笹団子。新潟何が出てきていけない。客がないとって聞こえたけど、だいたい板張りなんですね、家の壁が。ギャラがないと。ギャラ、ギャランティーのギャラですかね。あ、29分だ、やばい。ギャグ、あ、延長できてる。オッケー。今延長って出てたっけ。
全然聞こえなかった読み上げ。延長できてた、できてましたよね。あ、でも念のために見てみるか。延長、無料延長ボタンが出るかどうか。茶の店、20時8分か、了解です。出てました、気がつかなかったか、聞いて忘れてるか。ちょっと麦茶。なんか商店があったら念のためにパンかな、パンでも買ってきた、買っておきたいですね。なんかおばあさんが溝の中で作業。食べ物置いてないっぽいな。ないですね。もちもね、もちも。この2階が前提の建物ですね。晩ご飯、晩ご飯食わせ。今日配信やってます。これ何だろう。横浜0時過ぎとかですかね。ありがとうございます。まあ20時にはならないと思います。いくらなんでも今日は50何キロぐらいのあの工程だったはず。いくら私でもまさかそんな、そういう意図的なフラグ立てを。今日は水があったらパスタ茹でることができます。具はないけどコンソメで茹でただけのパスタっていうのは食えます。お気に入りは、私は今日枠を何度も取り直してるんで、見た時にそれが途中あの、いや配信と配信の隙間だった可能性も高いですね。宮がネルさんって人ですかね、ニコ生芸能界で有名な、名前は知ってるけど全然知らない。だからその人のこともよくも言わないし悪くも言わない。私はニコ生に限らず芸能界のゴシップとかの話を心の中で超見下してる自分がいますので、またゴシップかよとか思ってますから。新聞じゃない、電車の釣り広告の誰かと誰かの熱愛発覚とか見て、け熱愛かよとか思ってますね、心の中では。ああいうの聞いて面白いっていう感覚は理解できないので、つい見下すように思ってしまう、心の中では。ああいうのに興味持つっていうのが、来週はこの辺りです。続き走るつもりです。棚田の里だ。星峠、峠なのか。ワールドオブタンクスの竜の峠みたい。面白いですか。そういうのが面白いっていうのかな。まあ、熱愛。まあ自分が熱愛したいかと言われると、まあ、したくなくもない。トップアイドル最悪。ネット。警察沙汰とか、その人気を話題になるために、そういうなんか人の迷惑になるようなことするっていうのは大嫌いですね。本当に嫌いですね。私は旅行中もなんか人に迷惑かけると嫌な気分なんで。
旅行とかけないか別に。家庭はいろいろ考えるところがある。あ、なんか作ってる。雪はバンバン残ってます。昨日は雪で途中の道が通れませんでした。それでいろいろあっていろいろありました。血液型、私の血液型何だと思いますか？ A だと思いますよね。その通りです。漫画なんだ、あった。大塚デート、大塚ってなんだ。血液型では性格決まるっていくらなんでも大雑把すぎますよね。もうそれ言ったら男と女で性格がどうとかいう話になっちゃうじゃないですか。あなたは男性ですか女性ですか。男性なら乱暴な性格ですねとかそんな話になってしまう。 RH なんたらとか一人わかる、わかる、にじみ出てますか、そういう感じが。オイル、私はロボット設定ではないです、特に。A 型モービル車設定。そう、私はロボット名乗ってはいるけどロボットというつもりではない。単に大学の時からのあだ名です。あだ名をハンドルネームとかそういうのに全部つけてるだけです。確かどっかにもう一個緩いピークあるはずなんだけど、まだ登って下ってははっきりしない。雪解け水ですね。また電波がなんかどうかなったかな。あ、繋がった。一番多いんでしたっけ。ありがた。他にも。ちょっと待って、だいぶ話題が前の方だな、今の。GoPro 動いてますか。まだ動いてる。充電できてんのか、ちゃんと。もしかすると GoPro 点滅してるだけで録画できてなかったらどうしようかと思ったので、ちょっとチェック。ああ、ちゃんと動いてるな。次、あ、エリアチェックありがとうございます。いや、そこまで言うことないじゃないか。そこまで言わなくたっていいじゃないですか。血液があんなことを喋ったからといって。音声来てます。通常配信なので音声だけパターンもありですね。D
リンパセラピー。時々か。電波悪いですね。充電モード。どうなんだろう。気温とかも関係するのかな。景色、まあだいたいこんな景色ですね。でも前見たむちゃくちゃ綺麗なとこっていうのはまだ見てないな。緑色がないからかな、まだ。新潟だけにね。モキシンジ、あ、これはどっちだ。ちょっと分岐分岐。この家にしよう。これ左全然違うとこだな。いや、そうでもないか。いや、やめとこう。ウクレレの。嫌になっちゃった。ああ、驚いたの人ですね。動きました。カチカチ音、クランク周辺で聞こえます、この音は。多分クランク周辺だと思う。でもずっと前からなんで悪化はしてないみたいです。 あっち行ったら登って下ってくるのかな。また登って下ってこっちに合流することもできるけど、多分無駄にアップダウンする。アオサギ、アオサギ初めて見たかな。てか、シラサギ類がほとんど見てなかった。100円ショップはかなり好き。ああ、登ってる。あっちのあの道だ。あの配信機材でに関しては100円ショップで買ってくるものは結構多いです。イヤホン延長ケーブル、 USB 延長ケーブル、A と B の USB コネクタ、あとスピーカー、100均の小さいスピーカー、あと GoPro の固定にも結構使ってますね。全部で何キロ、今日50何キロぐらいのはずです。今来た人いらっしゃいませ。ちょっと今登ってて息切れ気味です。クロサギ、クロサギって言ったっけ。多分いないよな。こんにちは。オサギですか。マキシンジネタも時事ネタとしてニコ生のあらゆる放送に書く人はいるんでしょう。マキシンジはウクレレマンダーの人ですね。鯉のぼり自作、鯉のぼりの鯉を取っ払って上りだけ使って、あの風の方向に走っていくというのをやったのは1年ちょい前ですね。1年、ちょうど1年前ぐらいか。4月か5月か。この辺りか、棚田。コーラですか。早く飲まないとまずいんですかね。いや、嫌になっちゃうなというか、嫌になっちゃった。
った、嫌になっちゃったですよね。違ったっけ。で、ああ驚いたっていう。で、歌詞の方は多分いっぱいバリエーションあるんじゃないかな。ナイスまで40キロぐらいかな。世界の国からか。3月でしたっけあれは。でも鯉のぼりは5月のはずですよね。私は今62、3キロぐらい体重は。あと身長は0.00168km ぐらい。1m が 0.001km だから 0.00168 で合ってるような。マキシン、そうでしょうね。日曜とかになんかレギュラー番組やってたんでしたっけ、あの人は。やった。疲れて、まだ大丈夫。まだまだ。20代でこの番組見てるとは、なんて珍しい。多分本当にこの番組の8割ぐらいが前30代以上だったんでしたっけ。9割だっけ。そういう東区引き走った時、前もデジカメで録画したりしてたな。お、美少女いらっしゃいませ。なんでマキシンジウクレレ、ウクレレ漫談でご検索を。ウクレレ漫談、60代十分可能性あるな。本当である可能性が。へえ、そうなのか。泉ピン子のことも私はよく知らないんだよな。何やってた人か。あ、これ雪の白いのがダイナミックレンジ。上げとかなきゃダメかな。ここにこの20代があの人かな、今のは。スーパーカー前半このじゃかいものが、ありがとうございます。もうそろそろピークかな。まだかな。周りの音が、私がハーハー言って聞こえないっていうのもあるんですよね、この方式は。泣いてた。嘘ときたか。夢も希望も、あ、脱皮する家だのがもうすぐだ。今映像来てるんですかね。脱皮する家見せられるかな。これ右に 400m か。でもってさっきの看板に書いてあった星峠もあるな。そっちの方に行くか。ダートの、峠の棚田ってのも書いてあるし、行くしかないか。どんだけ登るんだろう。構想が
峠の棚田みたいな。峠どのぐらいだろうこれ。標高差少なくとも50あるな。50か100か。暑くなってきた。暑。脱皮する家はですね、まあ行ってみればわかるでしょう。どんなんだったかよく調べてないです私も。ふう。餅は多分妖怪。峠集落の作品を鑑賞する方はこちらの駐車場から徒歩でお願いします。こちらの駐車場ってどこ。電波どうですかね。あれは何の塔だ。日円単位。そんなことしたらあの耳っちいやつに思われるじゃないですか。耳っちいやつと思われたくないから10円単位にしますよ。ごく含まる。駐車場ってあっちのあれかな。あ、こっちか。ここで車を置いていけってことですね。自転車は多分大丈夫でしょう。峠港跡。峠港って峠の学校の校って書いてあるけどあれ、どういう意味。もう真実すみません。ああ、そうなんでしたっけ。で、駐車場には車が1台だけ。よいしょ。あれは、あれはな、上って下ってですよ。今日だいたい上りか下りしかないですから。あれは、歩きの人、あれ自転車押してないか。気温は結構高い。暑くなってきた。半袖ジャージに着替えようかと思ってます今。いらっしゃいませ。あ、作品4つもある。ちょっと固まってますね。天気はちょっと青くなってきました。暑い。どうしようかな。ここで峠に行ってから着替えるか。そう、名前書いといてくれたっていいのに。これ番号だけじゃなく、まずは峠行きます。きつい方から、楽な方は後に残しとく。ガリガリ君、やっと風呂。マッチ。昨日はだいぶ寒かったけど今日は暑いな。昨日は津南駅で風呂入った後13、14キロ走って、でシャワーでもう一遍ちょっと温めました。ちょっとかいた汗はそれで全部落としたはず。だから臭くないから、臭くないから。脱皮する家こっちの方かな。右の方じゃないかな、多分、さっきの。こんにちは。押す峠まだあと半分ぐらいあるな。暑い。
筑井沢の前を通りました。なんかマンションっぽいのがいっぱいありました。昨日は津南駅で宿良かったです。ご飯がすごく豪華だった。豪華っていうか山菜とか地元のものを使った料理がえらいたくさん出てきました。煙、5800円です、1泊2食。それであの料理はすごいよな。私のツイッターの方に昨日の夜の夕食の写真があります。見て驚け。煙、後半の連休はこれの続き走るつもりです。直江津まで戻ってきて、多分北陸能登半島方面に行くと思うんですけど、日程的どうかな。あ、園長来ました、ありがとうございます。そんなところ、まあ北陸のこれからです。後半はいやいや、そんなもったいないことしない。山菜天ぷらもうまかった。アイビアです。でもいびきかく人いなかったな。私が書いて気づかなかっただけかもしらんけど。お昼は食べられるとこないですね。まあ、さっきぜんざい食ったからまだ全然腹減ってないです。どのあたり、新幹線、そうです、越後湯沢乗り換え。ですか。後半の事故はしたいですね。おお、すんな。能登半島何年ぶりかな。クッキング今日もできる装備持ってきてるんですよ。なのにしてない。あそこの倉庫の2階打ちっぱなしで、しかも窓入ってないから普通に外に歩いてて落ちる。よいしょ。クラウン、あ、さっき通ったのが。いいもんなんかあるかな、この辺り。店があるかどうかがまず問題です。いいかげん遅くなるな、そりゃ。早くて16時とかですよ、多分。センターまで行きたいですね、六甲崎。実際あまりやってないですけどね、独身ですから。建物、もやしクッキングか。脱皮。ツールドノートですよね。なぜ海岸沿いは、この時点ですごい。これ雪じゃなくて緑色が入ってたらもっと綺麗なのに。でもすごい。うん、まあ行ってます。ふう、じゃあ峠まで行きましょうか。海鮮問屋、いいですね。峠はもうちょい先かな。いや、この辺が峠じゃないのか。でも向こうからまだ車が来る。うわー、これ家に入る道なんですかね。うわ、ドア駅は通過してホームから階段の下の方だけ取りました。うわー、すごい。こういう除雪作業しないと家に帰れないんだ、これ。帰れないか出られないというか。18段、今これは27段ですね。電波多分良くなっていると思います。昨日も通行、雪で通れなかったところまで発信できたの、びっくりしましたよ。
これ読み上げがザラザラいってる。あれ、トロッコ、あれ、これ景色違うような、こっちじゃないよな。え、さっきのとこかな、行き過ぎた、いや、トロッコ電車、でもまだ車は力来るな。これずっと行ったらどこ行くんだ、全然違う方向に向かってるな。あ、車が止まってる、あそこか、景色は、ん、黒部、あ、トロッコ列車、この辺かな。車が止まってなかったらどこまでも、おすごい、おお、ここまで棚田ですね。あ、写真撮ってる、やった、おはようございます、棚田見に来ました。とりあえず今日まで休み。これ確かによく聞く感じの曲ですね。恋は水色っていう曲ですか、これ。どこがいいんだろう、これ。こんにちは。さっき写真撮ってた人はこの辺で撮ってたよな。こんなになって酒になるのか。酒に、最終的には酒か。どこにしよう。まあ、ここでいいか。じゃあちょっとパノラマ撮影とかしていきます。まず普通の写真撮ってって、これ白とのコントラストが、いや全然寒くないです、暑いです。これでどうなる、あ、ちょうどいいな、このぐらいかな。パノラマで、方向にして、どうだ、バッチリ撮れた。ズームが倍？倍って何ですか？ズームが倍？もうちょいこっちからも。上から撮って、上の方がいいかな。どうかな。いいですね。あ、こっちからのがいいな。この辺り。有名かどうか、有名では多分ないと思うんですけど、綺麗ですね。カッパドギアでしたっけ、カッパドキアでしたっけ、あれって何でしたっけ、遺跡の名前なんでしたっけ。
イナミックレンジを上げて複数枚撮影の合成するパターン、合成する撮影機能。これは米作ってるでしょう、多分。棚田自体あちこちありますね。でここまででっかいやつっていうのは何箇所かじゃないかな。養老天命反転地、カッパか。ここはなんて言ったっけ、この辺り大島地域になるの、大島地区になるのかな。ちょっと正確な地名は分かりません。iPhone 地図で見られるかな。ですね、そうそう、ここのやつ、いや知らないです。十日町市と隣はなんだこれ、どこかの県境、県境じゃないや、行政区会の近くですね、境目の。よし、じゃあといって作品どこだった、夕日が、あーでしょうね、太陽か、暗いだ、これだと厳しいんじゃないかな。それは通常配信です。上越市ですかね、いらっしゃいませ。 FMLE 試してみるかな、歩いたついでに。でも電波良くないですよね、この辺り。じゃあちょっと FMLE 立ち上げてみますので少々お待ちください。ああ夏にですね、もうちょっと1ヶ月経ったらもっと綺麗だと思います、緑色で。じゃあちょっとお待ちをやってみます。さっき設定はしといたからスタート押すだけでいいはず。やめなさい、嫌な答え。プライマリサーバーエラーだ。でもつながってる、転送速度見ればわかる。ああ行ってないな、ダメだ。ID が0なんとか81って、合ってる。ああダメだ、 FMLE が繋がらなくなってる。ダメです。FMLE ダメです。動かなくなってます、FMLE が。プライマリサーバーエラーでした。なので、カクカクのままいきます。残念。電波というか、例によって FMLE の接続、接触状態がなんかおかしい。どうかな？こっち側の問題でどうにかなるのかな？石川県白衣市、白衣って白じゃなくて、白衣ってどういう字書くんだったっけ、なんか口辺っていうのがね、左が口で右があれ、昨日の木っていうか、一文字目がの左が日じゃなくて口になったのが白衣の歯だったか白じゃなかったかな、構いません。結局作品どこ、まだ上、転送、キャンプ装備じゃないですね今回は。神
星峠のパーキングよりは下ですね。脱皮の家は見落としてる。下だ、もっと下だ。iPhone5 は au ですけど、電話だけ au の回線使って、データ通信はフォーマに繋がってる、あのポータブル Wi-Fi、 あのモバイルルーターに繋いでます。自転車、そうですね。あ、日が照り始めた。八幡平みたいにプチ雪の回路は昨日ありました。日が照ったところもちょっと一枚撮っとこう。あれ、さっき日照ってたっけ。まあいいや、とにかくもう一枚。よっと。ワイマックスは、やってないですね。こういうとこに配信に来るときに、あのフォーマ以外はあんまりって言うと言い過ぎだけど、フォーマが一番つながる可能性高いですからね。で、普通の普段の生活もあのフォーマでやってます。ワイマックスはまずないでしょう。ここはあったら逆立ちして、逆立ち終わった後に牛乳を飲んでみせますよ。ソフトバンクはちょっと今持ってないんで分かんないですね。あ、そうだ、ソフトバンクの iPhone4 は持ってるから、と言っても契約が切れてたら多分分かんないですよね、電波状況。で、この下の iPhoneAU です。で、au の、 あの LTE 契約しないパターンで、本体いくらだっけ、5万だっけ、8万だっけ。ん、牛乳が今なんて、牛乳は飲んでみせますよ。逆立ちながらではないが、5万だったか8万だったか、生でポーンと払ったんですけど、2年間で計算すると、安く買って LTE 契約するより、あ、LTE じゃない、なんだっけ、ソフトバンクの方の最初の支払う金額安いパターンと同じぐらいなんですよ。 LTE 契約がソフトバンクの場合だと必須なんで、そう、パーンと払いましたよ。いい音がするんだな、これがっていうのは、マルさんの女だったっけ。ん、元国。月々の通信費、今はフォーマー、MNP 使って安くしてたんで2000円台だったと思うんですけど、ただし2000円台にするために1万ぐらいの投資を最初にしてるので、計算は難しいですよ。あ、で、このあ、ここの、ここの辺りの分岐でどっちか行ったら作品があるはずなんだけどな。どれが、どこに作品あるんだろう。詳細地図がないんで分かんないんですよ。さっき私はこっちから来たんですよね。作品が見当たらん。峠の物産。これ店なのか。物産でも中電気ついてないですね。蛍光灯切れ、ついてない。靴ですか。SPD 靴に1万以上かけてますが、私は。やった。どれ。案内がなさすぎてわからん。とりあえずこっち側の方に地図で見るとあるっぽいんですよ。せめて脱皮する家ぐらい4つもあるのに、なんで1つも見つからないんだ。あと脱皮する家ってのは入管料いるのかな。ん、 Google マップの水、多分。うわー、登り返したくねー。これ脱皮する家が見当たらない。ん、日本酒の何、今ここ、まだ十日町市の中、十日町市と上越市の間でしたっけ、のあたりか。脱皮する家がない、脱皮してない。この辺りも脱皮してる風じゃないし、
あれ戻ってきた。どうなってんだ。近くの、そう、ここですね。ないよ。脱皮しすぎてもう成虫になってどっか行ったのか。ない。4つも書いてあるのに1つもない。でもこれですね、全部が今展示されてるわけじゃなくて、今展示有効なやつのリストとかがホームページに載ってたんですよ。本当になんか見る側には気合が必要だな、これ。左先行きました。どれが脱皮する家だったのか。あ、そっか、写真はあるんだ、確か。来てみたらあんまり人がいない。コロッケハウスか。まあ、なくても先行きますけどね。夢の家、くぐったら人があまりいない。脱皮する家、なくなった。D143、どれ、ピンポン、すいません、脱皮する家どこですか。入館料500円のとこなんですね。で、5月10月の土日祝に開館、10時16時って書いてあるけど、500円か。今やってないのかもしれないですね。あと近所の人が知ってるかどうかっていう、まあ、場所は知ってるだろうな。まあじゃあいっか、棚田見たからよし。すいません、脱皮する家はスルー。でも本当に今やってないとこもあるんですよ。の方が多いんじゃないかな。これからどんどん展示が、であと来年が本番らしいです。芸術祭は3年おきにやるらしいんで、脱皮する家見られませんでした、残念。なってからかな。でも脱皮する家って中に入ってわかるもんなんですかね。どう脱皮するのか気になる。でも写真見る限り脱皮する風には見えないんですよね。普通の家の中にの写真だった。まあ棚田が見れたからいいや。脱皮もう諦めろ。男らしく諦めろ、あるいは女らしく。ウェブで昼食まだです。店がないです。でも昼飯ある程度食えなくても耐えられるようにさっきぜんざい食ってきました。やった、メロン。